三角形三色問題は、逆三角形に配置されたセルを上から下へある、規則に従い三色で塗っていったとき、再現業の色が最上高の両端の色で予想できるかという問題。2012年、イギリスのスティーブ・ハンブルによって提唱された。エアハルト・ベイレントとの協調で一つの回答を示している。また、ニューヨーク・タイムズ紙にこの問題が紹介されている。雑誌。 数学セミナーのエレガントな回答も、トムラアンに問いにとして出題されている。同2013年4月号に回答と公表がある。2色の場合が、ジャーナルオブレクリーシャネルマスマティクスのプロブレムズンカンジェクチャースに出題されている。随一、ハンブルの予想図1のような逆三角形がある。最上高の10個のセルは3つの色で、ランダムに塗られている。2行目からは、 次の規則で色を塗っていく。このようにして、色を下へ下へと塗っていったとき、再現行の色が何色になるかは、最上高の左右両端の色で予想できるという。随一では最上高の左端は赤で、右端は木であるから、規則を適用すると青と予想され、実際に再現行は青になっている。最上高の塗り方は全部で30イコール59,049通り、あるが、 途中の色の生成パターンと関係なく、このような予想方法が成り立つことを証明せよという問題。このような予想が成り立つ最上行の個数 n の一般式を求めさせる問題でもある。合同式による証明で演算式として C コールモッド3を使う。この場合、判例の証明も必要である。二項係数の乗与による証明でパスカルの三角形の値を もっとさんとしたものを使う。大数学では、ルーカスの定理としても有名。重ね合わせの原理による証明で、N 個の独立した基本パターンに分解されることを使う。解のフラクタル性とも関係。ありがとうございます。